こんにちは、萩です。今回ですね、こちら、ホカオネオネから最新モデルのランニングシューズが登場しましたので、紹介していきたいというふうに思います。で、今回紹介するモデルなんですが、実はこのチャンネルでは、初めて紹介するモデルとなります。まあ今までにホカのシューズ、いろんなモデル、いろんなシリーズを紹介してきたんですが、今回、初登場のモデルとなります。今回用意したのは、こちらですね。モデル名が、マッハというモデルになります。で、今回マッハシリーズから最新モデルとしてマッハ4が登場しましたので、今日はこちらのシューズ紹介していきたいと思います。まあ最近では他の人気、とにかくすごいですよね。まあジョギングシューズで言えば、まあクリフトンとかボンダイ、まあレーシングシューズで言うとカーボン X とかロケット X、これらのね、人気はとにかく高いんですけども、まあ今回紹介するのはマッハシリーズのマッハ4になります。おそらくですけども、初めて聞きましたという方もね、多いんじゃないかなというふうに思います。なかなかね、聞き馴染みのないシリーズだと思うんですけども、実は僕自身も今回マッハシリーズ初めて履きました。で、今回登場したのがマッハ4ということは、すでに1、2、3は発売されてるんですよ。ただ僕今回初めてマッハ4にして履かせてもらいました。で、初めて履いた時の感想、印象としては、これはなかなかいいぞと。で、最近ではカーボンプレート搭載シューズに頼り切ってしまった我々にとっては、もってこいのシューズだな、という点がね、多くありますんで、今日はね、その辺なんかも紹介していきたいなというふうに思います。まずちょっとデザイン見ていきましょうか。これは外側ですね。まあ、かかとがせり上がって、アキレス腱のね、まあ、ストレスを軽減してくれるというような作りになってます。かかと。内側。これがアウトソールですね。まあ、こんな作りになってます。で、まず最初に、このマッハ4の分類ですね、カテゴリーを紹介したいんですけども、大きなカテゴリーで分けると、こちらのシューズ、レーシングシューズの分類に入ります。で、他で言うと、まあ、例えばジョギングシューズ用のカテゴリーで言うと、まあ、クリフトンとかボンダイ、アラヒは、まあ、ジョギングシューズ用のカテゴリーになります。で、今回マッハ4はレーシングシューズ用のカテゴリーになります。つまりは、カーボン X とかロケット X、カーボンプレートがね、搭載されているようなシューズと同等のね、分類になるというところになります。で、特徴は、カーボンプレートが一切入っていないところでね、まず一つのね、ポイントなのかなというふうに思います。まあ見た感じね、まあ他独特のクッショニングとね、作りもね、まあ比較的しっかりしてるんで、まあジョギング用としても使えそうじゃない、見た目はね、ジョック用なんじゃないというふうに思ってる方もいると思うんですけども、まあジョックの時に使用することも可能なんですけども、履いて走ってみるとわかると思います。普段のクリフトンとかアラヒとかボンダイとか比べると推進力の生まれ方、クッショニングの反発とかやっぱ比じゃないぐらい進むんですよ。なので、まあジョギングシューズとして買って履いたとしても実際は履いてみると、あ、これやっぱレーシングシューズ用とか、まあポイント練習の時に履いた方がやっぱ性能的にいいなっていうものはね、多分すぐ気づくと思います。なので実際僕も履いてみて、まあ使用シーンとしては比較的早いジョギング、もしくはね、ペースランニングとか早めのペースでテンポ走とか、まあインターバルトレーニングでも全然ね、使用できるよね。まあカテゴリーになってくるので、まあ分類としてね、一応レーシングシューズというね、カテゴリーになります。で、足を入れるとね、その感覚ね、すぐわかると思います。で、僕、シューズ選びとしてね、まあ特徴にいつも挙げているのが、足を入れた時のフィット感。まあよく僕表現するのは、まあシューズね、こうハグされているような感覚のシューズがいいよというふうに言ってるんですけども、まあ他のシューズって全般的にやっぱフィット感ってとにかくいいですよね。で、ジョギングシューズっていうのは、まあ比較的に長くね、履くものなんで、やっぱ快適なシューズがいいわけですよ。なんでクリフトンとかボンダイとかアラヒとかね、僕愛用している理由としては、やっぱ長く履いてても、こうストレスがない、快適に履けるってところで、こうフィット感、こうシューズに、こうハグされてる感覚が好きなので、まあ普段ジョギングシューズとして使用してるんですけども、このマッハ4に関して言うと、このハグされてる感はあるんですけども、かなり強めにハグされてるような感じ、ギューッとされてるような感じです。足を入れた瞬間すぐわかると思います。で、このね、強めのハグが嫌な感じがしないんです。硬いものにね、結構ギューってされると嫌な、痛い痛いって感じなんですけども、柔らかい毛布に包まれた状態で結構強くハグされてる感覚。なんで嫌じゃない感じの強めのフィット感っていう感じなんです。ただし、こうスピードを上げるときとか、レーシングシューズとか、ポイント練習のときって、ある程度足と靴の一体感ってやっぱ欲しいですよね。靴をね、グッと強く締めるランナー結構多いじゃないですか。それと一緒で、やっぱ足がね、中でこう、ゆるゆる動いてしまうとなかなか出力とか上げにくいので、紐を強く締める間もなく、足を入れた瞬間、結構
構強めのハグをされてる感じの、ライクのハグじゃなくてこうラブのハグっていう感じですね。それも柔らかい毛布に包まれた状態で強めにハグされてるので、足を入れた瞬間、あ、これはジョック用じゃないなっていうのはね、多分すぐわかると思います。なのでお店に行ってね、ぜひ足をね入れてみてほしいなというふうに思います。この足を入れた感じで強めにハグされてる感覚がいいなっていう感じランナーは、あのポイント練習でもねかなり使えるかなというふうに思います。僕は足を入れた瞬間に、あ、これはジョック用じゃなくてちょっとスピード上げたいなっていう感じで思って、ちょっと走ってみるとついついこうスピードが上がっていくっていうねような感じのシューズになります。で、特徴ね、ソールの部分、ここもねかなり特徴で、やっぱ他のこのクッショニングを見るとちょっとクッション柔らかそうだなっていうふうに思う方が多いと思うんですが、マッハ4に関して言うと、僕の感覚で言うと比較的硬めかなっていうふうに思います。で、一般的に言われてるシューズの中では柔らかい方に入るかなっていうところなんですけども、他のシューズの中では硬めかなっていう感じがします。で、設置をした瞬間、他独特のマシュマロのクッションっていうのは感じられるんですけども、その後にしっかりビタッと硬めのソールが支えてくれるような感じなので、その瞬反発で進んでくれるっていうような感じですね。やっぱ柔らかすぎるクッションだけだとスピードを上げた時にやっぱ埋もれちゃうんですよね。バンってついた時に柔らかいクッションがぐにゅっと沈み込んで、そこから足を離れるんでリターンがちょっと遅くなるんですけども、マッハ4に関して言うと若干硬めのソールも入っているので、設置した瞬間は柔らかさでダメージを軽減してくれるんですけども、その後ちょっと硬めのねクッショニングが入っているので、リターンが早いんですね。常にバンと設置の瞬間はダメージを軽減しつつ、その後の足離れがいいというところですね。これがジョック用とレーシング用の差なのかなという感じがします。なので最近、ゆっくりのジョギングをねこうしててもついついペースが上がっちゃうっていう感じですね。体感的にはね、普段のジョギングよりも30秒ぐらい速く走ると結構ハマるかなっていう感じですね。なんで普段ジョギングは1キロ5分とかでやってる方だと、ついついちょっと走ってると4分30秒ぐらいまで上がってしまうような、それぐらい反発性が良く、リターンも速く、推進力もね強いというような感じになります。で、最初言ったね特徴のこうカーボンプレートが搭載されてないレーシングモデルってとこはね結構特徴なんです。で、冒頭にもね言ったんですけども、まあ、カーボンプレートにねこうみんな頼り切ってしまってるわけですよ。僕自身もねちょっと頼り切ってしまってるところもあると思うんですけども、やっぱりねカーボンプレートに慣れてしまうと、カーボンプレートを履いた時の練習が100になってしまうんですね。これがやっぱ僕は良くないと思っていて、今までね散々カーボンが入ってないシューズで100の練習をやっていたのに、カーボンプレート搭載シューズで100になってくるってことは、カーボンプレートが入ってないシューズの場合80のトレーニングになってるってことですよ。ここに皆さん気づいてない可能性があるし、これはかなり危険なことだと思うんです。で、今までカーボンプレートが入ってないシューズで100をやっていたならば、カーボンプレートが入ったシューズをやるときは120の練習をやんなきゃいけないわけですよ。ただし、カーボンプレート搭載シューズに慣れてしまってると、それがいつしかベースになるので、今まで120でやったのが、それが100になってしまう。で、いざカーボンプレートが入ってないシューズを履くと、80の練習になっていて、ベースが上がってないっていうのが、これがね、一番いけない現象なのかなっていうふうに思ってるんですよね。なんで僕もね、普段のトレーニングでは、カーボンが入ってないシューズで100のトレーニングをやって、レーシングの時にだけカーボンプレートを履くっていうね、工夫をね、やったりするんですけども、そんな方、今気づいたあなた、そんな方にマッハ4は抜群のね効果を発揮してくれると思います。で、今回これカーボンプレート搭載されていないんですけども、正直カーボンプレートが搭載されているカーボン X とかロケット X と同じぐらいの推進力、僕これはあると思います。それぐらいリターンが早いし、クッショニング自体の反発がとにかく強いんですよ。なので、もう目をつぶって走ってれば、本当にカーボンプレートが入ってんじゃないのかってぐらい推進力が強いんですよね。なので、普段、カーボンプレートに慣れてしまった方は、こういったシューズを履くことによって、今までのカーボンプレートと同等の推進力生まれつつ、トレーニングでね、カーボンが入ってないシューズでトレーニングができるという練習なのかなというふうに思います。精神的にもやっぱいいですよね。普段のトレーニングはカーボンプレートが入ってないシューズでしっかりやってきた。で、いざ本番の時にカーボンプレート搭載シューズでやれば、今まで以上のパワーが発揮できるだろうというね、そういうメンタル面でのトレーニングも結構なってくるかなというふうに思うのでね、ぜひね、そういうふうに悩んでる方は、まあ、アホをね、試してみてほしいなというふうに思います。かなりね推進力あります。クッショニング自体の反発性はやっぱ強いし、設置した瞬間今までの他のシューズとは違ったような感覚があります。もうダメージを軽減してくれる
パンって最初ついた時のダメージ軽減は今まで通りのホカなんだけども、その後にね固めのソールが入っていることによってリターンが早いので、あ、こんなに足早く離れるんだ、だったら推進力スピードも結構上げられそうだなっていうね感じになると思うんでね、まあ興味ある方ね、ぜひ試してほしいなというふうに思います。そうね、隠れた名品っていうのはね、このことを言うのかなっていうふうに思います。次回がねマッハ5はね出るのが正直楽しみなぐらい、今回ねマッハ4僕ねハマってるシューズになります。ぜひねマッハ4興味ある方、足を入れた瞬間強めのハグ、これがね気に入る方は合うと思いますので、よろしかったらね試してほしいなと思います。